わあ、はじめまして。はじめまして。わあ。いやすごいところです。ここでお会いできるとは。あ、こちらこそ。はじめまして、原田と言います。光栄ですね、光栄ですね。わあ。この度はありがとうございました。ええ、すごい緊張しちゃって今。あ、僕もちょっと緊張してます。はい、今、たった今初めてお会いしました。はい。ご覧になってますか、あのキャンプファイヤーのサイト。あ、ちょっと拝見しました。はい、もう昨日かな、昨日の段階で 70% まで、うん、ね、はい、してました。たくさんの方に参加していただいてます。ありがとうございます、ありがとうございます、ということで今日は打ち合わせをされたんです、ここの小屋の。僕はね、ちょっと下見でこっちを見て、うん、あのどう撮ろうかみたいな感じの、はい、ヤオは何か思い出っていうか、ライブ見に来たりしたことあるんですか。いや、30年ぐらい前に、なんかね、仕事でとあるアイドルさんのライブを、うん、なんか取材で撮影来たことがありましたね。それ以来じゃないかなと思うんですけどね。来たことあったかな、うん、でもきっと広いところはあまり変わってないんですか ね椅子も変わってないじゃないですか、うん、この日焼けの感じが、うん、元々なのかな、うん、まさかステージの上で、ね、すると思わなかったいや、ここから始まるって感じでね。そうですね、ぜひ実現できたらと思うので、ね、うん、皆様本当にお願いします、はい、引き続きよろしくお願いします。もうちょっと喋ったんですか。喋った本当ずっとあの原田さんの曲を、はい、もう何年越しでファンで聴いてたんで、本当にもう耳がお世話になってずっととんでもないです。本当ね、あのなんか不思議な縁というか、うん、まさか私たちも今回のこのクラウドファンディング自体が初めてだったので。僕もね、多分初めて。あ、そうです。初めてですね、うん、あのこう寄付はしたことあるんですけど。あ、そうですか寄付はね、何度か ありますけど、こう逆の立場からっていうのは、うん、緊張しますよね、なんかね、どういうことになるんだろうっていう。そうなんです、なんか準備、うん、まあ、初めてってこともあって結構準備に時間がかかってしまったんですけど、でもその間もなんかこうずっとどうなるんだろうっていうはい、ね、でもなんていうかこうファンの人たちの勢いを感じるというか、うん、ね、そのすごい熱気を感じますよね。なんか我々の気持ちがこう届いて、こう気持ちで返してくれてるなっていうのをすごく感じて、うん、そうですね、うん、これはいいライブにしてぜひ映像を、はい、うん、作品が実現できるように頑張んないと思っております、はい、で本当にあの純粋にライブを生で見れるのが楽しいんで、わ、本当にここからさらに準備が、はい、うん、あの始まっていくと思うので、はい、ぜひお楽しみに。何回も締めようとするんですけどなんかまだ喋った方がいいんですか。もう大丈夫ですか、ね、はい、よろしくお願いします。うわー、緊張した